何のために用心棒を雇っておるのやら。不甲斐ない奴らだ。その子ら返してもらおうか。うちの大事な子らやねん。えい、これ以上騒ぎを大きくして役人どもにバレるのもまずい。おい、お前たち、こいつらを始末しろ。お役人にバレるとまずい。お役人にバレるとまずいとどういう意味ですか？そのお話、詳しくお伺いしたいですね。まさかその子供たちの拘束は、あなた一個人の身勝手な私的制裁、ガルポスの農場へ送るという話も、あなたが私欲を満たすための人身売買、そんなお話ではありませんよね、四年。それが貴様らに何の関係がある？超待ちや、そういう話やったらうちも遠慮せへんで。その子ら力ずくでも返してもらうで。 なんだこのガキ。おい、お前ら、この不気味なガキを取り押さえろ。へい、うち今めっちゃ機嫌悪いね。近寄らんといてくれる？死んでも知らんで。おい、お前ら、何のために高い金を払っていると思っとるんだ。おい、ガキのくせに大した陶器じゃの。おお、お前がおったか。こいつはこの界隈で最も凶暴で凶悪な男だぞ。どら、ちょっくらわしが遊んじゃろうかの。なんじゃお前まで。化け物じゃったんか。化け物のわしだから、旦那を守れる。なんや、あんたも転生者かいな。遠慮はいらんで。本気でけえへんかったら大怪我すんの自分やしな。神が許さなくても私が許します。エル、やっておしまいなさい。このわしに向かって本気で来い。大きな口を叩きよるわい。挨拶は飲むんじゃねえぞ。アンジュ姉ちゃんの手出さんといたってや。うちが自分で始末つけな、気すまぬ。行くで。わしの力見せ。用心棒だろう。さらに金を倍払う。
なんとかせんか、なんとか。法を逸脱した私的制裁に人身売買、貴様の罪は重い。その罪の重さは、そうだな、弾丸一発分ほどか。今すぐ何とかしろ。金はいくらでも払う、払うぞ用心棒。うるさいわ、金なんぞいるか。ブリトラ様ですな。ん、あんたなんでうちのこと知っとるんや。わしゃ天上界での対戦中、ブリトラ様に多大なるご恩を受けておりやす。あの戦乱の中で何度も家族の命を助けていただきやした。誠にとんだご無礼を。それ前世の話やろ。そなんええって。そんなことよりとりあえずその子ら話し立ってもらえへん。話すなんてとんでもございやせんぜ。お話をお聞きしてりゃ、ブリトラ様はこの子らの親代わりだそうで、察しでがましいようですが、わしも力をお貸ししますぜ。この子ら立派に育てましょうや。エル、ありがとう。絶対助けに来てくれるって思ってた。ねえエル、これからもずっと一緒だね。なあおっちゃん、この子らあんたに頼んでもええ？はい、わしの命に代えてもこの子らは幸せにしてみせますぜ、ブリトラ様。あんな、二人ともよう聞きや。うちにはな、生まれる前から子供がおんねん。アスラっちゅう大きい甘えたを面倒見たらなあかんかったみたいやねん。せやから、うち行かなあかんねん。どこかに行っちゃうの？やだよ、あのおじさん顔が怖いよ。エル、行っちゃやだよ。ごめんな。でもこのおっちゃんの顔よう見てみ。案外おもろい顔しとるやろ。これからはこのおもろ顔のおっちゃんがようしてくれはる。そやからうち行くわ。心配せんでも、うちの子が手かからんようになったら帰ってくるさかい。絶対約束するで。うん、行ってらっしゃいエル。行ってらっしゃい。ええ子らやな。あかん、うち泣いてまいそうや。話だな。ほな行こうや。名残を失ってまうしな。絶対帰ってきてねエル。僕寂しいけど泣かないから。ええか、いっぱい食べて、いっぱい寝て、おっちゃんの言うことよう聞いて、はよ大きいなるんやで。ほなおっちゃん、この子らのこと頼んだで。ねえ、本当に良かったの？あの子たちが心配ならこのまま残っても。うちはあの子らよりも兄ちゃんの方がよっぽど心配や。そうなの？そうやで、うちから見たらまだまだや。ま、全然頼りない。見た目や体つきだけやのうて、なんや兄ちゃんはガッツが足りん。せやからうち一緒に行かしてもらうわ。なあ
ほんで、どこ行くの？そうね、ナーオスの大聖堂はどうかしら。大聖堂って、あのぶっ壊れた？そんなとこ行ってどうすんだよ。ちょっとスパーダ、あんたデリカシーってもんがないの？アンジュに向かってそんな言い方。いいのよイディア、私が大聖堂をあんな風にしたのは動かしようのない事実なんだから。あ、悪かったなアンジュ。私あのことに関してはもう吹っ切れたから気にしないで。そんな風に気を使われると逆に悪いわ。で、なぜナーオスの大聖堂に？記憶の場を探して前世の記憶を取り戻すことが創生力の在りかに近づく一番の方法だと思うの。大聖堂の地下には教団の図書室があるから、そこなら記憶の場がどこにあるのかわかるかもしれない。なるほど、理にかなった判断だな。じゃあ王都兵に見つかるとまずいし、早速ナオスに向かおうか。おいでエル、抱っこしてあげる。なあなあアンジュ姉ちゃん、うち偉かったやろ？そうね、泣かなかったもんね。偉かったよエル。うん。堪能した。もうええで。もううち元気。ほな行こか。な。